はいどうも、サオでございます。本日はですね、空賊とですね、エクストラバトルの安定攻略と、まあ最後にね、パーティー、池田編成の、まあ安定するパーティーを紹介しようかなと思います。それではね、動画見ながら立ち回りをね、確認していきましょう。ね、始まりました。でね、編成がね、魔導魔導剣術、護術ヒーラーですね。結構このね、編成はね、安定するかなって思います。ね、さあ、後から魔導の人が入ってきますね。で、魔導の役割は昨日の動画も言ってるんですけど、後ろを殺すこと。で、後術はひたすらヘイトを取って、ボスからのね、攻撃を守るのと、まあ、列攻撃ですね。行くぞ野郎どもの列攻撃を、前線に立つことによって、前線の人しか、食らわないようにする。まあ、イコール後日の人しか食らわないってことなんですけど、まあ、たまに前上がってきちゃう人もいますね。タイミング合わないとね、ミスで上がっちゃうこともありますね。それはもうね、しょうがないので、はい。なんとか、ヒーラーの方が回復するということで。後半だとね、それやっちゃうとね、ほぼ、まずい状況になりますね。で、まあ、後日いる際のアタッカーはね、ひたすら攻撃していいので、敵の文字が赤字になってなければ、ひたすら攻撃します。でね、このクリスタル系で、攻撃力2倍にして、フォーチュンカードでクリティカル上げて、で、竜神化で水属性を叩き込むっていうのが、剣術のコンボにはなってますね。あと、昨日リスナーさんから聞いたんですけど、2回目から竜神化勝手に、準備状態になってるみたいなので、解除することを忘れずに。で、こういう風に前にいると、アタッカーの人でも食らっちゃうので、できる限りこれ、セリフ来たら下がる。で、コロアイダーは攻撃しても大丈夫です。バフなんで。で、ここ結構ね、ダメージ入るようになります。非ダメージアップ効果がつくので、敵も。クリスタル系と一緒ですね、剣術の。デメリットあって、攻撃力上げてますね、敵も。で、こっからの火力が非常にやばいことになるので、回復は怠らず。で、アタッカーはこのタンクが耐えられてる間にさっさと倒さないといけないので、攻撃ガンガンすると。でね、このミトラの護術武器はね、セリフ付きの時に使って HP 回復するっていうのが一番いいです。ただ後半だと、ヘイト取りづらくなるみたいなので、さっきちょっと後日でやってみたんですけど、後半ヘイト非常に取りにくくなっちゃうのかな。偶然かもしれないんですが、そこちょっとね、気をつけてくださいと。このブロンズ系でね、ヘイトは取れるんですけど、今持ってる。そして、まあ、剣術の人はね、水属性より強化したミトラの方がね、火力出るので、そこも意識して、ミトラ使ってもいいかもしれないですね。竜神化で。で、後ろに下がれる武器は、まあ、3個ぐらいあればいいかなって思います。で、フォーチュンカードとドマージュボトルは非常におすすめですね。で、まあ、ヒーラーの人はね、蘇生をね、2つ。で、ミトラ、必須ですね。って言ってる間に終わっちゃいましたね。まあ、結構ね、これ危ないとこなしでね、攻略できるパーティーかなって思います。後ろをね、すぐに殲滅できるので、魔術2体もありですね。で、後のね、編成もあるんですが、まあ、他の編成は、護術とヒーラーなしの編成。これも安定するんですけど、剣術、魔術、弓っていう、もう火力だけで押す。これね、めっちゃ早く1分ぐらいで終わります。これもね、護術とヒーラーが少ないグループとかは、剣術、魔術、弓術、まあ、弓術で行くのが非常に安定するかなと思います。まあ、この動画見直してもらってね、下がるタイミングとか気をつけていただいたら、多分簡単にクリアできるクエストだと思います。ただ、まあ、ちょっとギリギリになって、セリフ付き攻撃避ける人いるんですけど、あれ結局後ろ下がれてても当たっちゃってる場合が多いので、野良でよく見かけるので、そこはね、余裕持って回避するっていうのがね、得策になります。ちなみに安定する戦闘力はまあ2万8000ぐらいあれば安定するかなと思います。クリア可能なのはもう2万3000あたりからクリア可能ですけど、まあ、安定を求めるのであればやはり自分は2万8000に持っておきたい。後日はまあ3万ぐらいあればいいかな。まあ2万8000でも僕はなんとかなりましたけれども、安定を求めるのであれば高くて、
高ければ高いほどって感じですね。で、防具が非常に大切なので、育成不足を感じる場合は、やはりミトラ防具をね、補助枠の分も編成できるので、その辺意識して、青シードとかゲットして、育成してみてはいかがでしょうかということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。